お静かに。私は今星神大河の行動予測を再計算しているのです。今日の動き次第ではこの事件の交渉相手を副寮長のロミオ・スコーピウス・ルッチに変更することも検討しなければなりません。ひとまず今回の消えた寮生の調査、私がシノストラのグールを代表し正式に任務を請け負わなければ成績に反映されない。この大きな問題を解消するため、まずはこの出動許可申請書に寮長か副寮長の署名が必要なのです。お願いします。はいはい。おとといのコーヒー代税込み1705円から私がここに置いた1万円の釣り銭8295円がまだ残っているはずです。そこから今日の分を支払っておいてください。特待生さん、行きましょう。チップじゃなかったのかよ。もう課金しちまったんだけど。欲しいですね。またも星神大河がいません。いよいよ行動予測の割合を変更しなければ彼の動きを把握することは難しいと。どうぞ。たとえ返信がなくとも連絡をしたという状況証拠を残すことは今後あなたのアリバイを証明する際に有効ですからね。あなたが何かの証拠を隠滅したか。ではなぜわざわざこのタイミングで自身に嫌疑がかかるようなことを。仕方ありません。ひとまずロミオ・スコーピウス・ルッチと交渉します。特待生さん、あなたにその嫌疑を晴らす意思があれば私に協力する姿勢を見せてください。失礼します。シノストラ1年の新城律です。本日は副寮長にお話があり参りました。また来たのかよ。フィーコは今取り組み中だ。出直してこい。フィーコというのは副寮長の愛称で、特に年俸が魅力的な人という意味のようです。どうやらご自身で名付けて周囲にそう呼ぶよう強要しているとのこと。名は体を表すと言いますが、自称していては世話がありません。とんだ名前負けですよ。お前、声が出る。じゃあね、いい子に向かってダメだ口を。誰が名前負けだって。
の美しさがわからない野暮はどいつだ。そこにいる一連です。新城律です。副寮長、ご無沙汰しています。すでに名刺はお渡ししたはずですが、念のためこちらをお受け取りください。入学後一度ご挨拶に伺ったきり、なかなかお会いする機会もありませんでしたが、本日はようやく任務に就くことができます。この名刺、あんた初対面から生意気だった一年のグールじゃん。記憶に留めてくださり感謝します。はあ、だったらなおさら問題なんだよ。いいかい、この寮で生き残りたければ俺に盾つくんじゃないよ。ましてや俺の悪口だ。本来ならあんた一発死刑だからね。憲法第31条、何人も法律の定める手続きによらなければ、その生命もしくは自由を奪われ、またはその他の刑罰を科せられない。死刑は法律で禁止されていますので、お控えください。そんなことより副寮長、こちらの出動許可申請書にサインをお願いします。はあ、あんた俺の話聞いてんの。はい、学園から調査の依頼が来ています。任務の請負人はこちらの女性ですが、私はシノストラを代表し彼女に協力します。この女、この前藤君と一緒にいた DIO じゃん。どこにでもいそうな女。いいえ、彼女はどこにでもいる存在ではない。それは学園の実験により証明されています。ここにいる特待生さんにはスティグマを強化する能力があります。臨床試験の結果はこちらの資料に。それでこの特待生と一年が揃って俺に何の用があるって。先ほども申し上げましたが、学園から特待生に対し調査依頼が来ています。こちらがその依頼、消えた寮生の調査に関する資料です。はいな、話の続きは中で聞く。これは加湿器の代わり、乾燥は肌の大敵だよ。あんたも感心してる場合じゃないだろう。油断してたらあっという間だからね。では私はこちらに。あんた、目上の人間より先に座るなんて
どういう神経してるわけ？フィーコ、お飲み物はいかがしましょう？これでも一応は客人だ。茶の一杯くらい出してやりな。何見てんだよ。当たり前だろ。このチェアはフェンディの特注品だからね。ほらここ彫刻部分に3カラットのダイヤが埋め込んであんの。この価値がわかる？ふん、あんた少しは見る目あんじゃん。後で他のコレクションも見せてあげる。副寮長、そろそろ本題に入っても。さっきの資料渡しな。ここに書かれた被害者全員うちの不当客だわ。ちだから最近売り上げが減ったってわけか。被害者はここに記載されている7人だけではありません。実は昨日新たに1名の被害者が増えました。なんだって？フロストハイム2年藤海人という方です。フィーコ、お飲み物のご用意ができました。あんたたち全員外の持ち場に戻りな。俺がいいって言うまで戻ってくんじゃないよ。はい。副寮長、私は犯人が誰か分かっています。まずは罪を認めていただき、その後で私が顧問弁護契約を。あった、俺がやったっていうわけ？証拠はあんの？あんなら出しな、今すぐに。ほら出せるわけないだろ。そのようなこと私は一言も言っていませんが、副寮長、あなたまるで真犯人が追い詰められた時のような物言いですね。どういう意味だよ。っていうかさっきから副寮長副寮長ってそのダサい呼び方やめてくれる？そういえば副寮長、先ほどから何か違和感があると思っていましたが、あなたのそのジャケットのブローチ、私には中央の宝石が青く見えるのです。もういい、本